もウェジです。ということで、今日は、何だっけ、これ。あ、やばい、マップの名前忘れた。マップの名前を忘れてしまった。走るな。受け取れ。これオスター見れたっけ？あ、見れたね。アルゴンフォートレス。アルゴンフォートレスのコンクエストもやっていきたいと思います。使う武器はその通りオートマ思考、突撃歩兵です。グレネードの方はガスグレです。で、右に、対戦したグレ、左に対戦したロケットの方を装備してます。あ、一方的だなこれ。まあ、B4 で言うとロッカー的な感じのマップって言えばいいでしょうか。チャリが橋の上にあるって感じですね。デルタイコの方は敵拠点によってて、アルファブラボーの方は味方拠点によってて、チャリはね、チャリの範囲がここの橋の上のみっていう、ちょっとなかなか厳しい感じになってます。なんでね、自分が分隊長の時は基本的にチャリの方を捨てて分隊メールの方を出してまあ、正直ね、チャリ捨てて、チャーリー捨てて目標チャーリーを確保、チャーリー捨てて、あ、チャーリー捨ててチャーリー捨ててしか言ってないけど、アルファブラボを取ってチャーリー捨ててデルタエコーを取れれば、まあ、拠点数的にはリードしてるわけで、なかなかねチャーリーにこだわる人も、まあ真ん中だしね、こだわる人も多いんですけど、自分はあんまチャーリーにこだわらず、ありがとうございます。やばい。付近に火炎放射器が存在。どうしてスクラ入ってるの？もうダメージ。ああ、なんか連行しいな。付近に火炎放射器兵キットが存在。レックが欲しいな。うわ、ダイナマイトか。あ、起こしてくれそう、これは。起こして、あ、さすがに無理だ。もうちょっと爆風で吹っ飛んで奥入ってるかなと思ってたけど、そう、この神経は一番戦いが取ってくれてますね。火炎放射器がいるのといないのでは大違いなんで、あ、起こしてくれないかな。お、来てるね。あ、あー、遠のいちゃった。お、来た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 。あーさ、一人でパニックになっちゃってた俺が。あー、これはちょっと起こさなきつそうかな。起き直しますか。ブラボー行かれてるね。デルタブラボー交換かな。このままアルファブラボーデルタエコー交換になりそうかもしんないな。でも相手意外と粘ってきてるな。敵の強襲兵がいる。死
ジで危ねえ。ゲームガバガバですけど。リオッティか。うん、セリゴッティね、なかなか看護兵の初期武器ですけど、なかなか強いんじゃないのかな。うわ、うまーく交換とはならずに、うちが一方的に落とした形になってます。さあ、ブロボーに入って、確実に取ろうか。目標チャーリーを喪失中。ああ、手がってくるとやっぱ出ると欲しくなってくるな。目標バターを確保。目標チャーリーを喪失。さあ。オッケー、ここいそうだね。あれ珍しいガラをガラッガラだけ大丈夫かな。うわくっそーくっそー、確実に倒しときたいところだった今のは。おお、大回りのスペシャリスト。あ、でもアルファに出てるな。一応いっとくか。全然余裕じゃんか。行かなくてよかったな。目標アップルを確保。コラボ入られてなさそうだな。目標チャーリーを確保。さあ、うまくチャーリーも他の全体がやってくれたんで、そこの通路がやっぱり決まるな。そう、無理やりすぎたな。さあ、おっと、うまいね。裏の走り込みうまいね。あ、ダメージ受けてる。湧いてあげたいな。あー、死んじゃった。これは普通にここ空きでいいかな。付近に火炎放射器兵キットが存在。手当てを頼む。グレネード。きついな。どうしよう、どうやって回るのがベストだろう。いう次元じゃないじゃん、ここら辺やば、いすぎでしょ。やっぱロッカー張りに熱くなるね。やっぱ完全歩兵戦だからな、ここは。もうチケット差も全然ないし、やばいやば、湧いてこれ間違えた絶対。湧いたとこ間違えたな、ミスった、もったいない。チケット差もほとんどないな、この状況。やっぱ先にあと1個取ったらね。こっからあと1個ってがなかなか難しいところで。でも抜けてくる。
安定が崩れ込んできた。うわー、そんな飛んできたら死ぬわ。8の10か、よくないな。よくない。よくないよ。このね、ブラボからデルタに抜け道が3つ ?4 つぐらいあるんだけど、そこがやっぱり全部いつもね、塞がれちゃう。ちょっとグレネードの祭りになっちゃうんだよね。どうするでもダメージ入るんだ。グレネードを使う、注意しろ。やばいな、ちょっと厳しいな。どこだ。いや、エイムもガバガバちゃんだしね。エイムもガバガバちゃんだし、なかなか連続キルも稼げないな。厳しいね。スローが目に下がる。おっ、オッケーオッケー。さあ、来ましたよ。やってまいりました。これでガブルキルでございます。ここからお祭りです。おー、すごい。おー、よーし、オッケー。危ない。迫撃か。4連続キル来ました。413対447。まだ全然あるね。まだ全然ある。大丈夫か。誰も見てねえぞ。厳しいな。あ、いけるかも。あざっす、あざっす、あざっす。ラウンシャだ。ラウンシャだ。グレネードを投げるぞ。気をつけろ。ちょっと待って、ちょっと待って。来てたのか。でも、腰くれる。助かるぜ。オッケー。やばい、めっちゃ飛んできた。遠距離した？飛ぶいける？グレネードを使う！注意しろ！やばい、これは死ぬか。うん、いや、なんかチームデスマッチみたいになってきちゃってるね。ここでやっぱこうやって止められちゃうから、なかなか抜けずにね、ポイント差もどんどん減ってきちゃう。戦況は 50% を突破。そうだよね。敵が優位。グレネードを投げる。あー、燃えた。いやー、やってほしかったな。あ、オッケーオッケーオッケー。しっかりやって、あとチケ差は50。厳しいね。厳しいですね。厳しいでござんすね。あぶね、いたのか。気づかなかった。
ケイ、ダブルケイル。最後の回2連続キル。火炎放射器兵キットが存在。あー、いたか。もういるな、ここ。完全に抑えられてるな、ここは。目標チャーリーを確保。あ、これ分からんね。このまままたチームデスマッチすれば勝てるかもしれない。こそこ熱いな。気をつけ。ここね、ここ抜いたら勝ち的なところあるからな。投げるぞ、気をつけろ。一回牽制しといて、久しぶりキル入った。悪くないんじゃない。で、ここで牽制入る。オッケー、抜いた。あー、かっ、くそ。あ、やったか。5連続キルぐらい入った今ので。お腹痛くなってきた。ザ・マイペース。お腹痛くなってきた。お腹痛くなってきたよ。なんで引いとんの。やばい。そこ引いちゃまずいよ。ここ抜かれたらね、一気に作れちゃうんだ。画面が地味な画面で申し訳ないけど。オッケー。割といいところにグレード使っていけた。攻めれるか。あ、しまった。横行ったのか、サイドいたか、気づかなかった。これ申し訳ないな。サイド抜けそうだったな、今。もったいね。あ、抜けれた？ダメだ。ちょっと待ってくれ。後ろ入ってるね、あれ。ちょうど先に敵の回復よかった。お互いに相手だね。でもこれ起こしてくれますよね。ありがとうございます。本当にね、バレてるか。まあそうだよな、見てるよな横で。さあ、チケサオが、あれ、チケサオが埋まらないな。チケサオ埋まらないな。チケサオが案外埋まらないな。誰か援護、手を貸してくれ。せーの、ケース。よし、グレネードを投げる。詰めてきてたら一気にいけるんだけどな、ここ。あー、いたな。起こしてくれ。あーさあ、これと向けれるよ。付近に火炎放射器兵キットが存在。よし、抜いた。きたー、激アツ展開です。激アツな展開、完全に敵の裏を取りました。なんで火炎放射器兵なんだ、ああいう時に限って。さあ、何連続切るか分かんないけど、とりあえず外しまくりちゃん、外しまくりちゃんでもあるけど。さあさあ、いい感じだよ。うわー、残念。何連続キル入った今。かなりいいキルストリーク入ったと思ったんだけどな。あ、もっと何奥で持たなかった。しまった。完全に裏取れたので、ね、これ。
中に入った。あれ裏取れてない？あ、くそ。裏取りね、やっぱ裏取り大事だね。そしてチケソも埋まってきたね、徐々に。悪くないんじゃないの？悪くないんじゃないの？あ、やばい、またここで対戦が始まった。第2次崖対戦が。第2次崖対戦、またやっとんの？坂道で、坂道で来てんね。あ、そんなに。普通に攻められとるやんけ。やっぱあそこ緊張状態を保たないと一気に抜けられるね。一回攻めちゃうとあそこがガラガラになっちゃうから。おお、こっちは来た。あ、ひどいひどいひどい、あ、ひどいぞ、あ、ひどいぞ、あ、ひどいぞ、よいしょ。さあ、ここを取られたら結構厳しいから、この第二次坂対戦は絶対勝利してるから。ほらほらほら、そうなるからさ。誰か、しまさ、誰か、メディックは、やられた、看護兵、メディックくださいな。よし、ありがとう。車両はとにかく確保してくれ、頑張れ。わーい、これきついな、燃やされてるよ。めっちゃ飛んできた、めっちゃ飛んできた、めっちゃ飛んできたし、忘れるらしくて。なんかチケッサー埋まんないし、この状況で。あ、きついね。あいつ勇者だな。お、敵、あれ味方、あれ味方いるじゃん。敵の機関銃だぞ。中止を、敵の強襲兵だ。よし、ダブルケール、オッケー、オッケーでございます。怪我をしてる、看護兵、メディックが欲しいでございます。こっちに弾を頼む。ありがとうございます。さあ、悪くないんじゃないのこれ。まだ全然逆転の余地あるよ。あー、しまった。ガンマチちゃんかよ。ガンマチちゃんがいますね。お、エコー入ってるな。入ってる入ってる、いいね。しっかり入ってる。焦るところじゃなかった。焦らなくてもいいところだった。エコー頑張れ。お、デルタも落としてる。なんで当たるの？オッケー。あ、デルタはダメだったか。目標エドワードを確保。あの、空っぽでございます。いいね、デルタ。まずはしっかり無効化にしたいな。そして逆転したね、また。目標エドワードを喪失中。喪失か。まあそうだね、多分一気にエコーデルタに人数かけてくるところだから、ここは仕方ないな。敵いんのか、来るな、もう一来るぞ。目標エドワードを送信。グレネードを使う、注意しろ。回復したい。裏か、右か左か、左っぽいな。 OK。 いいね。目標ダフを確保。しまった。
しまった、調子乗って攻めすぎた。勝利まであとわずか。調子乗りすぎた。でこれデルタきつくないか、デルタ守るタイトルけど、デルタ誰もいなくないか、だって目標ダフを通してほらほらひどいよ、みんなデルタに分隊命令出しといて、それはないよ。誰かガスグレで死んでくれんかな。あと1回ぐらい分けるね。あと1回分けるね。あと1回分こう。やばい、録画機材が落ちた。やばい、録画機材が落ちてる。やばい、やばい、録画機材が落ちてる。あ、OK。目標エドワードを確保。よし。これはまあもう分からなくてよかった、止まってなかったらとか。グッドゲーム、GG。選択は50。いいですね。お、またトップ分隊に入りました。さあ成績はどうなってるかな。じゃん、よいしょ、ハイライト入ってるかな、なんかに。お、入ってるね。占領したフラッグ6で入りました。ってことで戦績は突撃スコア SMJ キラーベストで、フラッグダッシュもベストと。で分隊的に見るとフラッグダッシュビッグでのキルがベストとなってます。スコアは 35×24 ですの2でした。ということでいかがだったでしょうか。アルゴンフォートレス、嘘、フォートレスじゃないね、フォレストのコンクエストでした。コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。次回も見てください。バイバイ。